皆様ご起立願います。皆さんおはようございます。おはようございます。ご着席願います。開会に先立ちまして一言ご挨拶を申し上げます。木々の実りが日に日に鮮やかになるすがすがしい季節となりました。本日ここに令和6年第2回辰野市議会臨時会が開会の運びとなりましたことは誠にご同慶に堪えないところでございます。さて今期臨時会はすでにお手元に配布してます通り、市長より付議されました承認案件、同意案件、条例改正および補正予算のほか、議会といたしましても議会構成に関する案件を付議する予定としております。これらはいずれも重要な案件でありますので、議員閣議におかれましてはそれぞれの議案に対し慎重なるご審議により適切妥当なるご決定を賜りますとともに、議事運営につきましても格別のご協力を賜りますようお願い申し上げまして開会の挨拶といたします。市長、大会に先立ちまして一言ご挨拶を申し上げます。新緑の好季節となり爽やかな風香る本日、ここに令和6年第2回辰野市議会人事会を招集いたしましたところ、議員閣議におかれましてはご検証にてご出席を賜り開会されますことに対しまして厚くお礼を申し上げます。さて今期臨時会でご審議をお願いいたします案件は、すでにお手元にお届けしております通り、専決処分をいたしました事件の承認を求める案件が2件、同意案件1件、条例案件2件、補正予算案件1件の計6件でございます。これらのうち専決処分した承認案件につきましては、3月市議会定例会の閉会の挨拶の際ご了承をお願いいたしておりました地方税法等の法律の一部改正に伴う関係条例の改正及び過疎地域における税制特別措置、地方税の減収補填措置の延長に伴う本市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例の改正でについてでございまして、緊急やむを得ないものとして措置をさせていただいたものでございます。その他の案件につきましてはいずれも重要かつ急を要するものでございますので、何卒慎重なご審議をいただきまして満場一致のご賛同をもって可決賜りますようお願いを申し上げます。また本日は議会運営の根幹となります議長選挙をはじめとして各常任委員会委員の選任などが行われる予定とお聞きしておりますが、どうか円滑な議事運営がなされますようお国に申し上げまして開会のご挨拶をさせていただきます。ただいまより令和6年第2回辰野市議会臨時会を開会いたします。これより本日の会議を開きます。この際ご報告いたします。はじめに市長より地方自治法第180条第1項の規定により専決処分した事件の報告1件が提出されており、その写しを配布いたしておりますのでご静覧願います。次に監査委員より地方自治法第199条第1項第2項および第4項の規定による定期監査の結果報告1件、同法第199条第5項の規定により実施した随時監査の結果報告1件、同法第199条第7項に規定により実施した財政援助団体等に対する監査の結果報告1件および同法第235条の2第1項に規定より実施した例月水道検査の結果報告2件が提出されており、その写しを配布いたしておりますのでご静覧願います。次に本年3月に開催いたしました令和6年第1回定例会以降における議長会等の諸会議についてでありますが、去る4月15日に
養父市におきまして第267回万端新会議長会が開催され、令和5年度事業報告及び会計決算次期兵庫県新会議長会への提出議題等について原案の通り承認可決されました。次に4月18日に奈良市におきまして第89回近畿新会議長会定期総会が開催され、令和5年度水道検査結果報告等及び令和6年度予算が承認され可決されました。次に4月26日に本市の新村におきまして第274回兵庫県新会議長会総会を開催し、部会提出議案の審議を行い、全県が原案の通り可決されました。次に本日の出席議員数及び地方自治法第121条の規定により説明のため出席したものの職使命につきまして事務局長より報告いたします。ご報告申し上げます。まず本日の出席議員数についてでありますが、本日ただいまの出席議員数は19名であります。なお13番松本良三議員から遅刻の申し出がありますのでご報告申し上げます。次に地方自治法第121条の規定により説明のため出席したものの職使命についてでありますが、お手元に配布いたしております名簿の通りでありますのでご静覧願います。以上でございます。以上で報告を終わります。これより日程に入ります。まず日程第1、会議録署名議員の指名を行います。本臨時会の会議録署名議員は会議規則第82条の規定により議長において4番宗座根正則議員、5番堀譲議員を指名いたします。両議員よろしくお願いいたします。次は日程第2、会期の決定を議題といたします。お諮りいたします。今期臨時会の会期は本日5月16日の1日間といたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。異議なしと認めます。よって会期は本日5月16日の1日間と決しました。次は日程第3、承認第2号専決処分した事件辰野市税条例等の一部を改正する条例制定についての承認を求めることについて、及び承認第3号専決処分した事件辰野市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例制定についての承認を求めることについての2件を一括議題といたします。これより条例議案に対する説明を求めます。総務部長。ただいま議題となりましたもののうち、承認第2号専決処分した事件辰野市税条例の一部を改正する条例制定についての承認を求めることにつきまして、専決の理由及びその内容についてご説明申し上げます。まず専決の理由についてでございますが、令和6年度税制改正により地方税法等の一部を改正する法律が本年3月30日に公布、4月1日に施行されたことに伴い、辰野市税条例、辰野市都市計画税条例及び辰野市国民健康保険税条例において所要の改正を行い緊急を要しましたので、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分を行い施行したものでございます。次に改正の内容についてご説明申し上げます。第1条は辰野市税条例の一部改正を行うもので、第51条第2項および第3項の改正は市民税の、第71条第2項および第3項の改正は固定資産税の、第139条の3第2項および第3項の改正は特別土地保有税の、それぞれの税目において職権による減免を可能とする規定を追加するものでございます。附則第5条の2の追加は、令和6年能登半島地震災害にかかる雑損控除額等について令和5年において生じた損失の金額として適用できるよう特例規定を追加するものでございます。附則第7条の5から附則第7条の8までの追加は、デフレ脱却のための総合経済対策で示された令和6年度及び令和7年度に実施する個人住民税の特別税額控除、いわゆる定額減税にかかる規定を追加するものでございます。附則第10条の2、第7項を加える改正は、バイオマス発電設備の一部に対する固定資産の課税標準にかかる条例で定める特例割合を7分の6とする規定を追加し、
同条第14項の改正は、企業主導型保育事業の課税標準の特例措置に係る規定を廃止し、同条第16項を加える改正は、一体型滞在快適性と工場事業のように供する固定資産の課税標準に係る条例で定める特例割合を2分の1とする規定を追加するものでございます。不足第10条の3、第3項を加える改正は、認定長期有料住宅に係る特例について、区分所有者から減額措置に係る申告書が未提出であった場合において、マンション管理組合の管理者等からの書類の提出により、減額措置を適用することを可能とする規定を追加するものでございます。その他の改正につきましては、法改正に伴う引用条文及び事故の整理でございます。次に第2条は、辰野市都市計画税条例の一部改正を行うもので、不足第1条の5の改正は、企業主導型保育事業の課税標準の特例措置に係る規定を廃止し、不足第1条の6の追加は、一体型滞在快適性等工場事業のように供する固定資産の都市計画税の課税標準に係る条例で定める特例割合を2分の1とする規定を追加するものでございます。その他の改正につきましては、法改正に伴う引用条文及び事故の整理でございます。次に第3条は、辰野市国民健康保険税条例の一部改正を行うもので、第2条第3項の改正は、後期高齢者支援金等課税額に係る限度額を22万円から24万円に改めるもので、第26条第1項の改正は、課税限度額の引き上げに伴い、軽減判定基準において、5割軽減については29万円から29万5千円に、2割軽減については53万5千円から54万5千円に改めるもので、同条第3項の改正は、出産被保険者の産前産後期間における所得割額及び均等割額の減額措置について、事故の整理を行うものでございます。次に不足でございますが、第1条は施行期日を令和6年4月1日からとし、第2条から第4条までは固定資産税、都市計画税及び国民健康保険税に係る経過措置をそれぞれ規定するものでございます。以上で承認第2号の先決勝負に係る提案説明を終わらせていただきますが、緊急やむを得ない事情をご検察賜りまして、何とぞ満場一致にてご承認賜りますようお願い申し上げます。産業部長。引き続きまして、証人第3号専決処分した事件、辰野市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例制定についての承認を求めることにつきまして、専決の理由及びその内容についてご説明申し上げます。まず、専決の理由についてでございますが、奄美群島振興開発特別措置法第38条の地方税の課税免除、または不均一課税に伴う措置が適用される場合等に定める省令等の一部を改正する省令が本年3月30日に公布され、同省令において過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第24条の地方税の課税免除または不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令の一部改正が行われ、地方税の減収補填に係る措置期間が令和9年3月31日まで延長になり、本年4月1日から施行されたことに伴い、当該期間を規定する本市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例において所要の改正を行い、緊急を要しましたので、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分を行い施行したものでございます。次に改正の内容についてでございますが、不足第2項の改正は、令和6年3月31日を令和9年3月31日に改めるもので、不足につきましては、本条例の施行期日を本年4月1日からとするものでございます。以上で承認第3号の専決処分に係る提案説明を終わらせていただきますが、緊急やむを得ない事情をご検察賜りまして、何とぞ満場一致にて、ご承認賜りますようお願い申し上げます。条例議案に対する説明は終わりました。これより条例議案に対する質疑に入ります。ご発言ありませんか。あ
ご発言がないので質疑を終結いたします。この際お諮りいたします。本件は会議規則第35条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これにご異議ございませんか。ご異議なしと認めます。よって本件は委員会付託を省略することに決しました。これより討論に入ります。ご発言ありませんか。ご発言がないので討論を終結し、直ちに評決に入ります。お諮りいたします。上程中の承認第2号および承認第3号の2件は原案の通り承認をすることに決してご異議ございませんか。ご異議なしと認めます。よって承認第2号および承認第3号はの2件は原案の通り承認されました。次は日程第4同意第2号辰野市固定資産評価員選任の同意を求めることについてを議題といたします。これより上程議案に対する説明を求めます。副首相。ただいま議題となりました同意第2号辰野市固定資産評価員選任の同意を求めることにつきまして、提案の理由及びその内容についてご説明申し上げます。固定資産評価員は地方税法第404条第2項の規定に基づき議会の同意を得て選任することとなっておりますが、この度本市固定資産評価員でありました富井俊則氏から令和6年4月1日付人事異動に伴いその職を辞したいとの申し出がありましたので、これを認めその後任として内田博康氏を選任しようとするものでございます。ご承知のとおり、固定資産評価員は市長の指揮を受けて固定資産に適正に評価し、市長が行う価格の決定を補助するものであります。この度、選任しようとする内田博康氏は、本市総務部長でございますが、税務担当の部長を固定資産評価員に選任することにつきましては、他市においてもその例が多く、本市におきましてもこの方法を採用しているところでございます。同市の経歴につきましては、お手元の資料のとおりでございまして、本市固定資産評価員として適任者であると確信するものでございます。何とぞ満場一致をもってご同意を賜りますようお願い申し上げまして、説明を終わります。上程議案に対する説明は終わりました。これより上程議案に対する質疑に入ります。ご発言ありませんか。ご発言がないので質疑を終結いたします。この際お諮りいたします。本件は会議規則第35条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これにご異議ございませんか。異議なしと認めます。よって本件は委員会付託を省略することに決しました。これより討論に入ります。ご発言ありませんか。ご発言がないので討論を終結して直ちに評決に入ります。お諮りいたします。上程中の同意第2号は原案の通り同意することに決してご異議ございませんか。ご異議なしと認めます。よって同意第2号は原案の通り同意されました。次は日程第5議案第31号辰野市福祉医療費助成条例の一部を改正する条例制定についてから議案第33号令和6年度辰野市一般会計補正予算第1号までの3件を一括議題といたします。これより上程議案に対する説明を求めます。市民生活部長。ただいま議題となりましたもののうち、議案第31号辰野市福祉医療費助成条例の一部を改正する条例制定につきまして、提案の理由及びその内容についてご説明申し上げます。まず、提案の理由についてでございますが、令和6年度税制改正により、所得税法等の一部を改正する法律が本年3月30日に公布され、同法において租税特別措置法の一部改正が行われ、本年6月1日に施行されることに伴い、所得金額調整控除についてを規定する租税特別措置法第41条の3の3が同法第41条の3の11に上ずれが生ずるため、当該規定を引用する本市福祉医療費助成条例において、所要の改正を行うものでございます。
次に改正の内容についてでございますが、第2条第22号において引用箇所を改めるものでございます。付則につきましては本条例の施行期日を令和6年6月1日からとするものでございます。以上で議案第31号の提案説明を終わらせていただきますが、何卒慎重ご審議の上、原案の通り可決賜りますようお願い申し上げます。産業部長。引き続きまして、議案第32号、辰野市本社機能立地等を重点的に促進すべき区域における固定資産税の付近付加税に関する条例の一部を改正する条例制定につきまして、提案の理由及びその内容についてご説明申し上げます。まず、提案の理由についてでございますが、令和6年度税制改正により、本社機能を地方に移した企業などを税制で優遇する、失礼しました、優遇する地方拠点強化税制の適用期限が令和8年3月31日まで延長する省令が本年3月30日に公布されたことに伴い、当該期限を規定する本社機能立地等を重点的に促進すべき区域における固定資産税の付近付加税に関する条例において所要の改正を行うものでございます。次に改正の内容についてでございますが、第2条の改正は令和6年3月31日を令和8年3月31日に改めるものでございます。なお、付則につきましては本条例の施行期日を公布の日からとするものでございます。以上で議案第32号の提案説明を終わらせていただきますが、何卒慎重ご審議の上、原案の通り可決賜りますようお願い申し上げます。企画財政部長。引き続きまして議案第33号令和6年度辰野市一般会計補正予算第1号につきまして、提案の理由及びその内容についてご説明申し上げます。今回の補正は4月16日に発生した公表被害に伴う施設修繕経費の追加などやむを得ない事情により補正を必要とするものでございますので、ご了承をお願いいたします。それでは上を追ってご説明申し上げます。補正予算第1条で歳入歳出それぞれ8521万1000円を追加し、予算総額を388億3521万1000円とするものでございます。その主な事業内容につきましては、お手元に配布しております予算参考資料に詳細に記載しておりますので、ご静覧願います。次に補正予算事項別明細書の主なものを歳出からご説明いたしますので、5ページを開き願います。まず第2巻総務費につきましては、公表被害に伴う揖保川総合支所該当修繕料の計上、児童手当制度改正及び定額減税実施に伴う人事給与システム回収委託料の追加でございます。次に第3巻民生費第1項社会福祉費につきましては、児童扶養手当制度改正に伴う医療費助成システム回収委託料の計上、第2項児童福祉費につきましては、児童手当制度改正に伴う児童手当システム回収委託料の追加及び公表被害に伴う三つ南子ども園雨どい修繕料の計上でございます。次に6ページ、第10巻教育費第2項小学校費につきましては、公表被害に伴う揖保、本田、神戸、高知、三津各小学校の窓ガラス、通路屋根等の修繕料及び神戸小学校体育館、屋上改修工事費の計上、老朽化に伴う神岡小学校自動火災報知器改修工事費の計上でございます。第3項中学校費につきましては、公表被害に伴う三津中学校渡り廊下屋根等の修繕料及び校舎南館屋上改修工事費の計上でございます。7ページ第5項社会教育費につきましては、公表被害に伴う揖保川公民館、揖保コミュニティセンター駐輪場及び高知コミュニティセンター雨どい修繕料の計上でございます。
第6項保健体育費につきましては、スポーツ振興時助成金の採択に伴う、シングスポーツセンタートレーニング機器更新にかかる授与費、備品購入費の追加、及びシング温水プール、天井復旧改修にかかる負担金の計上でございます。次に歳入につきましてご説明いたしますので、4ページをお開き願います。第15巻国庫支出金から第21巻諸収入までにつきまして、歳出の際に申し上げました事業にかかる財源として追加するものでございます。以上で議案第33号令和6年度辰野市一般会計補正予算第1号の提案説明を終わらせていただきますが、何卒慎重ご審議の上、原案の通り可決賜りますようお願い申し上げます。条定議案に対する説明は終わりました。これより条定議案に対する質疑に入ります。ご発言ありませんか。はい、堀議員。表被害についてお尋ねします。補正の中では、公的な建物が中心になっておるんですけれども、我々、党の議員団で、連名で、県知事宛てに支援の対岸、被害対策の支援を要望してきました。で4月の辰野市の広報の中でも、り災証明を交付するようにされております、これは保険会社へ提出するものとなっておりますけれども、個人的被害も結構あるんですね、個人的被害についても検討する必要があるんじゃないかと思うんですが、どうでしょうか。副市長。はい、この度本当に大きな被害がございましたが、先ほど先生のほうから言われましたように、り災証明、り災届証明書の交付をして、保険対応をしていただいているところでございまして、現時点で市の方公費を使って、個人の方に対しての補償ということは考えておりません。はい、じゃあ、堀議員。産業部長と話する中でも、結構農業被害があって、で農業被害の中でビニールハウスなんかも硬いもんなんですぐ破れる、でこれは保険対象にならないんだというようなこともありました、しかし、保険対応だけじゃなくて、被害が大きいんで、個人的なものについても、今後、検討する必要があるんじゃないかと思うんですが、どうでしょうか。はい、副長。ビニールハウス等のことも聞いております。その点につきましては、農業共済がございますので、そちらの方に16件ほど、すでに相談があって、何件か、4件ぐらいとは言われてましたけれども、対応しているところというふうに聞いております。はい、他にございませんか。内容でしたら、主質疑を終結いたします。この際お諮りいたします。本件は、会議規則第35条第3項の規定により、委員会付託を省略したいと思いますが、これにご異議ございませんか。異議なしと認めます。よって本件は委員会付託を省略することに決しました。これより討論に入ります。ご発言ありませんか。ご発言がないので、討論を終結し、直ちに表決に入ります。お諮りいたします。上程中の議案第31号から議案第33号までの3件は、原案のとおり可決することに決してご異議ございませんか。異議なしと認めます。よって議案第31号から議案第33号までの3件は、原案のとおり可決されました。このままの状態で暫時休憩いたします。休憩に引き続き会議を開きます。議長が都合により退席されておりますので、その間、私が議長の職務を行います。議事進行につきまして、議員各位のご協力をよろしくお願いいたします。ご報告いたします。ただいま1番、楠木昭弘議員から一身上の都合により、本日付をもって議長を辞職したい旨の辞職届が、願いが提出されました。お諮りいたします。議長辞職についてを本日の日程に追加し、直ちに議題といたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって、議長辞職についてを議題といたします。お諮りいたします。地方自治法第108条及び会議規則第94条第2項の規定により、1番、楠木昭弘議員の議長辞職を許可することに決してご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって、1番、楠木昭弘議員の議長辞職を許可することに決しました。
ただいまの辞職により、議長が欠任となりました。お諮りいたします。議長選挙についてを本日の日程に追加し、直ちに選挙を行いたいと思いますが、これにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって、議長選挙についてを議題といたします。このままの状態で、暫時休憩いたします。それでは休憩前に引き続き、会議を開きます。ただいまから、議長選挙を行います。この選挙は投票により行います。議場の閉鎖を命じます。ただいまの出席議員数は20名であります。次に立ち会い人を指名いたします。立ち会い人は会議規則第30条第2項の規定により、6番赤木和夫議員、15番山本俊一郎議員を指名いたします。両議員、後ほどよろしくお願いいたします。投票箱を改めさせます。異常なしと認めます。念のため申し上げます。投票は無記名であります。短期無記名であります。失礼いたしました。点呼に応じて前へ出ていただき、投票用紙に非選挙人の氏名を記載のおけ、順次投票を願います。これより事務局長に点呼を命じます。命により点呼いたします。1番、楠木昭弘議員。2番、船引宗俊議員。3番、柏原かなべ議員。4番、宗種正則議員。5番、堀譲議員。6番、赤木和夫議員。7番、和田美奈議員。8番、高岸博之議員。9番、柴田正幸議員。10番、木南祐樹議員。11番、野本俊明議員。12番、桑野元澄議員。
13番松本良三議員。14番三木浩一議員。15番山本俊一郎議員。16番角田勝議員。17番長富康議員。18番小泉康子議員。19番名村義弘議員。20番畑山貴和議員。以上でございます。投票漏れはありませんか。投票漏れなしと認めます。よって投票を終了いたします。これより開票を行います。6番赤木和夫議員、15番山本俊一郎議員、開票の立ち会いをお願いいたします。
それでは開票の結果をご報告いたします。投票総数20票、これは先ほどの出席議員数に符合しております。このうち有効投票18票、無効投票2票、有効投票中角田勝議員14票、赤木和夫議員3票、名村義弘議員1票、以上の通りであります。この選挙の法定投票数は5票であります。よって16番角田勝議員が議長に当選されました。議場の閉鎖を解きます。ただいま議長に当選されました16番角田勝議員に本席から会議規則第31条第2項の規定により当選を告知いたします。ここで当選されました16番角田勝議員より発言を求められておりますので、これを許します。失礼いたします。一言お礼を申し上げます。この度は議長選にあたり多くの皆さんのご支持をいただきありがとうございましたとに感謝いたしております。この上は辰野市辰野市議会の発展、また市民の皆様お一人お一人の安全安心な生活のために、また前議長、またこれから選ばれる副議長、議運長、副議運長、多くの皆様にご指導いただきながら、山本市長はじめ市の皆さんと連携を取りながら頑張ってまいりたいと思っております。一生懸命頑張ることをお約束させていただき、この度当選のお礼とさせていただきます。ありがとうございます。新議長の挨拶は終わりました。角田議長、議長席にお着きください。事務引き継ぎのため、このままの状態で暫時休憩いたします。休憩前に引き続き会議を開きます。ご報告いたします。ただいま10番木南祐樹議員から一身上の都合により、本日付をもって副議長を辞職したい旨の辞職願が提出されました。お諮りいたします。副議長辞職についてを本日の日程に追加し、直ちに議題といたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって副議長辞職についてを議題といたします。お諮りいたします。地方自治法第108条および会議規則第94条第2項の規定により、10番木南祐樹議員の副議長辞職を許可することに決して、ご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって10番木南祐樹議員の副議長辞職を許可することに決しました。ただいまの辞職により副議長が欠員となりました。お諮りいたします。副議長選挙についてを本日の日程に追加し、直ちに選挙を行いたいと思いますが、これにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって副議長選挙についてを議題といたします。このままの状態で暫時休憩いたします。それでは休憩前に引き続き会議を開きます。ただいまから副議長選挙を行います。
この選挙は投票により行います。議場の閉鎖を命じます。ただいまの出席議員数は20名であります。次に立ち会い人を指名いたします。立ち会い人は会議規則第30条第2項の規定により7番和田美奈議員、14番三木浩一議員を指名いたします。両議員後ほどよろしくお願いいたします。投票箱を改めさせます。異常なしと認めます。念のため申し上げます。投票は短期無記名であります。点呼に応じて前へ出ていただき、投票用紙に被選挙人の氏名を記載の上順次投票を願います。これより事務局長に点呼を命じます。名により点呼いたします。1番楠木昭弘議員、2番船引宗俊議員、3番柏原かなべ議員、4番宗田根正則議員、5番堀譲議員、6番赤木和夫議員、7番和田美奈議員、8番高岸博之議員、9番柴田正幸議員、10番木南祐樹議員、11番野本俊明議員、12番桑野元杉議員、13番松本良三議員、14番三木浩一議員、15番山本俊一郎議員、
16番角田勝議員。17番長富康議員。18番小泉康子議員。19番名村義博議員。20番畑山貴和議員。以上でございます。投票漏れはありませんか。投票漏れなしと認めます。よって投票を終了いたします。これより開票を行います。7番和田美奈議員、14番三木浩一議員、開票の立ち会いをお願いいたします。それでは開票の結果をご報告いたします。投票総数20票、これは先ほどの出席議員数に符合しております。このうち有効投票17票、無効投票3票、有効投票中木南祐樹議員14票、野本俊明議員2票、柏原要議員1票、以上の通りであります。この選挙の法定得票数は5票であります。よって10番木南祐樹議員が副議長に当選されました。
議場の閉鎖を解きます。暫時このままの状態で暫時休憩して、トイレの方1時間経っておりますと言っていただけたらと思います。トイレ終了後戻っていただけますようによろしくお願いします。休憩前に引き続き会議を再開します。ただいま副議長に当選されました10番木南祐樹議員に本席から会議規則第31条第2項の規定により当選を告知いたします。ここで当選されました10番木南祐樹議員より発言を求められておりますので、これを許します。改めまして、当選をさせていただいたことに関しまして感謝とまた重責を感じているところでございます。議長を補佐しながら、また市議会は二元代表制という形で議決規範でございます。市政発展に向けて全力で邁進してまいりたいと思います。どうぞ1年間よろしくお願いいたします。新副議長の挨拶は終わりました。次は日程第6、常任委員の指名についてを議題とします。本件につきましては、あらかじめご協議願っておりますので、委員会条例第7条第1項の規定により、議長において各常任委員の指名をいたします。まず、総務生活常任委員に、1番、楠木昭弘議員、6番、赤木和夫議員、8番、高岸博之議員、12番、桑野元澄議員、17番長富康議員、18番小塚康子議員、20番畑山貴和議員。次に福祉文教常任委員に5番堀譲議員、7番和田美奈議員、9番柴田正幸議員、11番野本俊明議員、14番三木光一議員、19番名村義弘議員、私16番角田勝。次に経済建設常任委員に2番船引宗俊議員、3番柏原金目議員、4番宗真正則議員、10番木南祐樹議員、13番松本良三議員、15番山本俊一郎議員。以上のとおり各常任委員を指名いたします。なお議長の委員会所属についてでありますが、委員会条例第2条第1項ただし書きの規定により常任委員を辞任したいと思いますのでご了承願います。次は日程第7、議会運営委員の指名についてを議題といたします。本件についてもあらかじめご協議願っておりますので、委員会条例第7条第1項の規定により議長において指名いたします。1番楠木昭弘議員、7番和田美奈議員、9番柴田正幸議員、11番野本俊明議員、13番松本良三議員、19番名村義弘議員。以上のとおり議会運営委員を指名いたします。この際ご報告申し上げます。ただいま比較排水処理対策特別委員の3番柏原金目議員、8番高岸博之議員、18番小塚康子議員、子育て支援少子化問題調査特別委員の2番船引宗俊議員、4番宗真正則議員、6番赤木和夫議員、私16番角田勝。予算決算特別委員の私16番角田勝の計7名の委員から各特別委員を辞任したい旨の辞任願いが提出されました。本件については委員会条例第18条の規定により議長においてこれを許可いたします。この辞任により該当の特別委員が欠員となりましたので、
この際、特別委員会補欠委員の指名についてを日程に追加し、直ちに議題といたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって特別委員会補欠委員の指名についてを議題といたします。本件については委員会条例第7条第1項の規定により議長において補欠委員を指名いたします。比較排水処理対策特別委員に9番柴田正幸議員、12番桑野元澄議員、15番山本俊一郎議員、子育て支援少子化問題調査特別委員に1番楠木昭弘議員、11番野本俊明議員、14番三木浩一議員、15番山本俊一郎議員、予算決算特別委員に1番楠木昭弘議員、以上のとおり特別委員会補欠委員を指名いたします。ここで暫時休憩し、ただいまから全員協議会を全員協議会室で開催いたしますので、各議員はご参集をお願いします。休憩前に引き続き会議を再開します。この際ご報告いたします。先ほどの休憩の間に各委員会が開催され、政府委員長がご選されましたので、その結果をご報告いたします。総務生活常任委員長に18番小塚康子議員、同副委員長に8番高岸博之議員、次に福祉文教常任委員長に7番和田美奈議員、同副委員長に9番柴田正幸議員、次に経済建設常任委員長に13番松本良三議員、同副委員長に15番山本俊一郎議員、次に議会運営委員長に1番楠木昭弘議員、同副委員長に19番名村義弘議員、次に比較排水処理対策特別委員長に6番赤木和夫議員、同副委員長に9番柴田正幸議員、次に子育て支援少子化問題調査特別委員長に1番楠木昭弘議員、同副委員長に15番山本俊一郎議員、次に観光戦略地域産業調査特別委員長に20番畑山隆和議員、同副委員長に9番柴田正幸議員、次に予算決算特別委員長に10番木南祐樹議員、同副委員長に19番名村義郎議員、以上のとおり各委員会から報告を受けましたのでご報告いたします。ただいま市長から同意第3号辰野監査委員選任の同意を求めることについての議案が提出されました。お諮りいたします。本件を本日の日程に追加し、直ちに議題といたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって同意第3号を議題といたします。これより上程議案に対する説明を求めます。以上。副市長。ただいま議題となりました同意第3号辰野監査委員選任の同意を求めることにつきまして、その提案の理由をご説明申し上げます。本件はこの度市議会議員のうちから選任いたしておりました角田勝議員から監査委員の職を辞したい旨の届け出があり、これを承認いたしましたので、その後任として船引宗俊議員を監査委員として選任いたしたく、地方自治法第196条第1項の規定により、ここに議会の同意を求めるものでございます。ご承知のとおり、監査委員は地方自治法の定めるところにより市の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理等を監査することをその職務とするものでございます。また同法の定めるところにより、その定数は2名であり、議会の同意を得て市長が選任することとなっておりますが、そのうち1名は議会議員のうちからとされるものでございます。ここに選任しようとする船引宗俊議員の経歴につきましては、議員各位は十分ご承知のとおりでございますので割愛させていただきますが、人格識見ともに優れ、本市監査委員としてまさに適任であると確信いたしております。何とぞ満場一致をもって同意いただきますようよろしくお願いいたします。
上程議案に対する説明は終わりました。これより上程議案に対する質疑に入ります。ご発言ありませんか。はい、ご発言がないので質疑を終結いたします。この際お諮りいたします。本件は会議規則第35条第3項の規定により委員会付託を省略いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。はい、ご異議なしと認めます。よって本件は委員会付託を省略することに決しました。これより討論に入ります。ご発言ありませんか。はい、ご発言がありませんので討論を集計して直ちに評決に入ります。お諮りいたします。上程中の同意第3号は原案の通り同意することに決してご異議ありませんか。はい、ご異議なしと認めます。よって同意第3号は原案の通り同意されました。ここで監査委員に同意されました2番船引宗俊議員より発言を求められておりますので、これを許します。失礼します。監査委員、承認いただきありがとうございます。市政発展のための、厳正な、公正な、監査を実施いたします。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。2番船引宗俊議員の挨拶は終わりました。昼食時間になっておりますが、引き続き会議を続けます。この際お諮りいたします。当議会より選出の医療保健衛生施設事務組合、議会議員の17番長富康議員から本日付をもって辞職届が提出されました。よって同組合規約約第5条第2項の規定により同組合議会議員の補欠選挙を日程に追加し、直ちに選挙を行うことにご異議ありませんか。なし。ご異議なしと認めます。よって医療保健衛生施設事務組合議会議員の補欠選挙を議題とし、直ちに選挙を行います。お諮りいたします。選挙の方法は地方自治法第118条第2項の規定により指名推薦とすることにご異議ありませんか。なし。ご異議なしと認めます。よって指名推薦によることに決しました。次にお諮りいたします。指名の方法は議長において指名することにご異議ありませんか。なし。ご異議なしと認めます。よって議長において9番柴田正幸議員を指名いたします。ただいま指名いたしました非指名人をもって当選人と定めることにご異議ありませんか。はい、ご異議なしと認めます。よってただいま指名いたしました9番柴田正幸議員が医療保健衛生施設事務組合議会議員に当選し、本席から当選を告知いたします。次にお諮りいたします。当議会より選出の播磨高原広域事務組合議会議員の2番船引宗俊議員、13番松本良三議員から本日付をもって辞職届が提出されました。よって同組合規約第5条第3項の規定により同組合議会議員の補欠選挙を日程に追加し、直ちに選挙を行うことにご異議ありませんか。はい、ご異議なしと認めます。よって播磨高原広域事務組合議会議員の補欠選挙を議題とし、直ちに選挙を行います。お諮りいたします。選挙の方法は地方自治法第118条第2項の規定により指名推薦することにご異議ありませんか。はい、ご異議なしと認めます。よって指名推薦によることに決しました。次にお諮りいたします。指名の方法は議長において指名することにご異議ありませんか。はい、ご異議なしと認めます。よって議長において10番木南祐樹議員、私16番角田勝を指名いたします。ただいま指名いたしました非指名人をもって当選人と定めることにご異議ありませんか。はい、ご異議なしと認めます。よってただいま指名いたしました10番木南祐樹議員、私16番角田勝が播磨高原広域事務組合議会議員に当選し、本席から当選を告知いたします。次にお諮りいたします。当議会より選出の西播磨環境事務組合議会議員の5番堀譲議員から本日付をもって辞職届が提出されました。よって同組合規約第5条第3項の規定により同組合議会議員の補欠選挙を日程に追加し、直ちに選挙を行うことにご異議ありませんか。はい、ご異議なしと認めます。
よって西有馬環境事務組合議会議員の補欠選挙を議題とし、直ちに選挙を行います。お諮りいたします。選挙の方法は地方自治法第118条第2項の規定により指名推薦することにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって指名推薦によることに決しました。次にお諮りいたします。指名の方法は議長において指名することにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって議長において13番松本良三議員を指名いたします。ただいま指名いたしました非指名人をもって当選人と定めることにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よってただいま指名いたしました13番松本良三議員が西有馬環境事務組合議会議員に当選し、本席から当選を告知いたします。次にお諮りいたします。当議会より選出の西有馬水道企業団議会議員の9番柴田正幸議員、私16番角田勝、19番名村義弘議員から本日付をもって辞職届が提出されました。よって同企業団規約第7条の規定により同企業団議会議員の補欠選挙を日程に追加し、直ちに選挙を行うことにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって西有馬水道企業団議会議員の補欠選挙を議題とし、直ちに選挙を行います。お諮りいたします。選挙の方法は地方自治法第118条第2項の規定により指名推薦することにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって指名推薦によることに決しました。次にお諮りいたします。指名の方法は議長において指名することにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって議長において6番赤木和夫議員、8番高岸博之議員、17番長富康議員を指名いたします。ただいま指名いたしました非指名人をもって当選人と定めることにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よってただいま指名いたしました6番赤木和夫議員、8番高岸博之議員、17番長富康議員が西有馬水道企業団議会議員に当選し、本席から当選を告知いたします。次にお諮りいたします。当議会より選出の西有馬消防組合議員、組合議会議員の19番名村義弘議員が本日付をもって辞職届が提出されました。よって同組合規約第7条第3項の規定により同組合議会議員の補欠選挙を日程に追加し、直ちに選挙を行うことにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって西有馬消防組合議会議員の補欠選挙を議題とし、直ちに選挙を行います。お諮りいたします。選挙の方法は地方自治法第118条第2項の規定により指名推薦することにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって指名推薦によることに決しました。次にお諮りいたします。指名の方法は議長において指名することにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって議長において私16番角田勝を指名いたします。ただいま指名いたしました非指名人をもって当選人と定めることにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よってただいま指名いたしました私16番角田勝が西有馬消防組合議会議員に当選いたしました。次は日程第8委員会の閉会中の継続審査についてを議題といたします。お手元に配布しております通り、議会運営委員長から委員会条例第4条の規定により40条の規定により閉会中の継続審査申し出書が提出されました。この際お諮りいたします。議会運営委員長の申し出の通り閉会中の継続審査とすることに決してご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって議会運営委員長からの申し出の通り閉会中の継続審査とすることに決しました。以上で今期臨時会に付議されました議案はすべて議了いたしました。これをもって令和6年第2回辰野市議会臨時会を閉会いたします。閉会にあたりまして一言ご挨拶を申し上げます。今期臨時会におきましては、議長・副議長の選挙、任期満了に伴う各委員・補欠委員の指名及び各組合議会議員の補欠選挙をはじめ、市長から提案されました承認案件・条例改正等につきまして、議員各位には終始、熱心かつ慎重にご審議・ご決定を賜り、改めて衷心より感謝を申し上げる次第でございます。
さて本市は子どもを産み育てることのできる環境の充実、人口減少や少子高齢化への対応、産業の振興や防災対策など克服すべき課題を抱えております。議会といたしましても、さまざまな課題の解決に向け、市民生活の向上を最優先に、信頼される議会、開かれた議会の構築のため、市民の皆様の声を大切にしながら、市政発展のために努めてまいります。最後になりましたが、市長をはじめ、理事者の皆様には、今後とも本会議や委員会を通して、議会から出される意見、要望等については、市政運営に十分反映していただきますようお願い申し上げますとともに、議員各位におかれましては、健康には十分ご留意賜り、本市発展のため、なお一層のご尽力を賜りますようお願い申し上げまして、閉会のご挨拶といたします。市長。令和6年第2回辰野市議会臨時会が閉会へ去らぬにあたり、一言お礼のご挨拶を申し上げます。今期臨時会に提出いたしましたすべての案件につきまして、議員各位には終始慎重にご審議を賜り、原案の通り可決いただきましたことに対しまして、心から厚くお礼を申し上げます。また議会におかれましては、議長副議長の選出をはじめ、各常任委員会の構成、各種委員の選任など市議会の新たな組織構成も決まり、ご同敬の至りに存じます。さて3月市議会定例会におきまして、令和6年度施政方針でお示ししました通り、未来応援住みたい町辰野の実現に向け、今年度から新宮地域における小中一貫校の実施設計をはじめとする整備事業、山陽自動車道辰野インター周辺まちづくり区画整理事業などの大型事業に本格的に着手するとともに、本市が直面する最大の課題である人口減少、少子高齢化を克服するための取り組みをさらに充実させ、新しい未来に向け、持続可能な市政運営を推進していくことをお示しいたしました。そこで本年度の事業をリスタートさせるため、4月に各部の事業計画のヒアリングを実施し、積極的な事業展開と細部にわたる確認事項について指示したところでございます。次に行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律が来たる5月27日に改正施行されます。その改正に合わせて関係事務省令が公布される見込みで、同法律及び関係事務省令を引用する本市条例につきましても一部を改正する必要が生じてまいります。当該条例の改正につきましては、本市審議会閉会中でもあり、緊急を要しますことから、地方自治法の規定により専決処分によって対応させていただきたく存じますので、あらかじめご了承を賜りますようお願いを申し上げます。終わりにのみ、議員各位のますますのご健勝とご活躍をご祈念申し上げ、閉会のご挨拶といたします。本日は誠にありがとうございました。本日は皆様お疲れ様でした。